乳淀川河口乳淀川は愛媛県、高知県を流れる一級河川で愛媛県内ではおもほ川と呼ばれる流域面積1560平方キロメートル流路延長124キロメートル吉野川、四万十川に次ぐ四国第三の河川で流域人口は約11万人水質は全国一位である中流域には四国で第二の規模である 多目的ダム、大当たりダムをはじめとして、治水、電源開発のための施設も多く、水べ利用率も全国一位であり、ほぼ100%に近い。諸説があり、定かではない。四国の最高峰である、石土山に源を発するおも川と、分水嶺である、三坂峠から流れる熊川が、5、三湖で合流して形成される。 四国山地に深い部位時刻を刻み込みながら南下し、やがて、高知県高知市、土佐市付近で太平洋へと注ぎ込む。三阪峠からお三坊を経て、高知県高岡郡落地町までの区間では、松山と高知を結ぶ国道三十三号が並行する。現住部は、石槌国定公園の指定区域にあたり、石槌山の山麓にある五来港の滝付近から流れ出たおも川は、 紅葉で知られる国の名称をもごけを折り、三坂峠方面から流れてきた熊川と五三湖で合流する。これらの最上流域は、険しい山地地形というよりも、むしろ盆地に近いものがあるが、旧柳村の付近から二淀川町にかけては、二淀峡谷,谷と呼ばれる、標高差が数百メートルという、険しい部位時刻を刻みながら南下する。熊高原町には、おもご第三ダム、 二与川町には流域最大の大渡りダムなどがあり、それらのダム付近からおち町にかけてはやや水量が乏しくなるが、ダムより下流側で長者川、土井川、おち町で大霧川といった支流と合流にするにつれ、水量を回復する。主語第三ダム下流の県境から二与川と河川名が変わる。おち町より下流側は水量も豊富になり、 夏場ともなると川辺は、キャンプ客や釣り人で埋まる。川もには、カヌーや川漁師の小舟が、のんびりと浮かび、水辺利用率全国一位の実力を見せつけてくれる。キャンプ場も多く整備されており、それぞれ利用率も高い。また、沈下橋も、片岡橋、名古屋橋など大型のものが数多く残っている。いの出吉で、上や川川、いのちょ瀬で小和瀬川などと合流すると、 川幅は、より一層広がり、大河の様相を呈してくる。国道33号二淀川橋付近にある河原では、毎年5月に、神の恋登りが行われるほか、春から秋にかけて連日テントが張られている姿を見る、ことができる。二淀川川口大橋の空撮写真1977年に、黒潮ラインの一部として、二淀川川口大橋が開通した。当初は、 有料道路だったが2001年4月に無料開放された。高知県内有数のサーフスポットであり、一年中サーファーの姿が見られる。また、シラスウナギ漁が盛んであり、漁が解禁される12月から翌年3月にかけて、河原や周辺の海岸にはブルーシート製の作業小屋が並ぶ。小屋内では、タモで救ったシラスウナギをザコと選別する作業が行われている。 近年、に淀川川口大橋の土佐市部分に、新居地区観光交流施設ナンプルが完成して、隣接する新居緑地公園に遊具ゾーンが完成した。土佐市にはまだない道の駅に近い観光施設として人気が出ている。津波対策として津波避難タワーも隣接している。また近年参加人数が1万人を超えた、高知龍馬マラソン大会の折り返し地点として人気となっている。 石槌山南方面河川のおもご景周辺の森林で1995年に林野町が水源の森百選の一つ、おもご水源の森として選定した。所在地、愛媛県上受けなぐん熊高原町加工から約2 2トルの地点で合流する土佐市を流れる支流。二淀川との水位差によりたびたび水害を起こすため、国土交通省では二淀川に合流させず、 二淀川川口西まで人工河川を引く、ハゲ川川口導流事業を進め2012年度、完成、総事業費、約358億円。二淀川大橋は一本だったが、土佐市バイパスの開通により上下線二本となった、名護市や沈下橋二淀川で最古の沈下橋である。橋脚は岩でできている珍しい橋である。 二子淵の前景に淀川を舞台とした文学作品での高いのが、宮尾富子の自伝小説、海、春明り、朱夏、二淀川である。宮尾は、高知県に生まれ育ち、戦前及び戦後の引き上げ後の二度にわたり、二淀川流域で暮らした経験があり、上記作品群は、その経験をもとに書かれたものとなっている。近年では、高知県出身の女性作家、 有川浩の作品、空の中において、仁淀川で川漁師として生計を立てる人物が作中重要な役割を果たしている。ありがとうございます。